おはようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションナワー、今日は4月は19日月曜日。バイリンガル YouTuber の高野は今日もコミュニケーション上の重要なポイントを一つお伝えいたします。今日は私の家の前の押切神社の藤棚の前からお伝えいたします。今日はですね、渋沢栄一の論語とそろばんという本の中から学んだことをお伝えいたしたいと思います。渋沢栄一はですね、論語、孔子の残した論語の中から多くの知恵を引き出しております。コミュニケーション上の重要なポイントを言い当ててますので、今日はそれをお話ししたいと思います。渋沢栄一はこう言ってます。世の中には2つのタイプがある。精神は悪いと、自己中でですね、まあ組織で言うと自分だけ修正すればいいと、他のものなんかどうでもいいと。ただその人がですね、精神は悪いんだけれども、底根性も悪いんだけれども、挨拶とか抜群に上手でですね、コミュニケーションなんかもパーフェクトに技術を学んでて、人前でしっかり自分の目的を浸透させ説得できる、まあリーダーですね。そういうタイプとその対極をなすタイプはですね、心は真っ白でですね、精神も非常にいい、しかし挨拶ができない、プレゼンなんかの技術も学んでなくてですね、人前で何か説得しようにも説得できない、プレゼンプア、挨拶もできない、ただし精神はとてもいい。さあ、前者と後者とどちらが社会のためになるか、渋沢栄一はこう言ってます。論語とそろばんという本の中で、まさに前者が社会のためにはなると。根性ある、自己中、自分だけ出世すればいいみたいな精神の悪い人でも、挨拶がしっかりでき、プレゼンがしっかりでき、世の中に影響を与えられる人が世の中のためになる人と言い切ってます。論語、孔子の唱えた言葉とは思えないと思います。私はそこで学びましたね。コミュニケーションあるいはプレゼンテーションのトレーナーとして、プレゼンテーションは一つのツールであると。場合によっては挨拶もですね、世を渡っていくためのツールであると。しっかりツールを使いなさいと。しっかりツールを使える人が世の中のためになる人であって、いくら精神が良くてもですね、ツールを使いこなせない人は社会的にはある意味でダメな人ということです。今日はちょっとですね、変わったお話をしましたが、ご参考になればと思います。今日はこの辺にしておきます。